この茄子は美味しかったね、茄子も。茄子もじゃ、うまい。これちょっとつけてかな、できません。はい、茄子。はい、これね、こんな料理にするつもりじゃなかったけどね。まあ、ほんで一品あるきね、ここに。どんなものがあるか。ちょっとしたもん。これ食べる時間き。肉麺ってか、そう、肉。ああ、辛いしね、これ炒めろ。うん。これが一番早い。ものすごくね。茄子。羽やったね。羽ってどういうこと？形が。うん。ボコボコだったり。こんなんやん。ほら、見て。あ、そう？ほんで、できた。うん。さっさっさっさ、こうたき。ほんまじゃね。茄子は見て。茄子はごま油やね。茄子は絶対ごまがある。うん。煙出るよ。もうちょいよ。汁だね。おおお。あ、ええ香りがしてきたよ。見事な返し。ちょっと辛めにしようかね。うん、唐辛子。このこれが辛いやで、中の種が。そう、そんなに辛いと思わんけど。辛い。まあ、えらい花瓶だね。唐辛子。砂糖大さじ1。はい、だしつゆ。うん。日本酒。日本酒、料理酒。いいお味。それくらいやったらお酒、日本酒大丈夫ないね。料理酒か。え？お酒飛んでないのに。もうこんなね、こんまいのよけよりかね、大きいこんな綺麗なの2つ買うたがまし、うん、痛みにくいしね。だってないもん。あるって。え、なかったもんだって、それしか。なかったら干し椎茸使うの。これでできた。うん、これでくつろいだ。うん、冷蔵庫が。これとお揚げさんとか。まあ、いいですね。お揚げ入れん方がええとかね。いや、揚げ入れたら揚げの旨味が出る気持ちはね。いや、落ちた。ああ、ええね、茄子。一つ味見して。大丈夫かこんなもんや。うん、いい。これなんて。はい、揚げを切って。
次、はい、あご入りふりだし入れました、はい、玉ねぎは玉ねぎ入れるか、おいしいよ。あ、そう、おいしいよと。お味噌汁で玉ねぎ入れる、はい、玉ねぎ生えよる生えよるってどういうこと。ほら、芽が出るわね、うん、おばあちゃんも少し10個ばんじゃがいも植えてるんやけど、うん、掘ってみないか。玉ねぎをね、お味噌汁入れたら甘みが出てきて美味しいよ。なるほど。具沢山やね、かなり。おばあちゃんの具沢山、うん、かなりね。今日はこれで、うん、これで、青いもの入れたいね、なんかネギ入れる、うん、違う、この豆腐ね、冷ややっこで食べてもものすごい美味しい、うん、あ、美味しそうだね。うん、あの、そのお節ふりかけ、うん、お節というか、ふりかけるわ。これ、大豆、はい、いいかしら、あの、おいしい大豆がいいかしらって、どういうこと。日本の大豆かしら、うん、あ、そういうことか。豆腐できた、嬉しい、うん、これこのお味噌使わない。あ、その味噌か。え、うん、じいちゃんが具だけ食べてしまうってどういうことだよ。ほら、入れたもんだね、うん、具だけ食べてしまうって味噌ばっかり残るってどういうこと。あるある、どういうこと。はい、じいちゃんばあちゃんあるあるです。その味噌汁の具だけ食べて味噌が大量に余ってるという、18食分ぐらい残っちゃったね。お風呂に入れろね。うん、もうパッと放り込む。うん、どうして言ったらね、お味噌は後から入れるの、お釜に入れて。もう椎茸それ炊けたでね。炊けたろ。南部ゆだち。はい、味噌も溶いて。によってこれ椎茸とあれが全然違う。によってますよ。はい。食べた。美味しい。あ、そう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 。また一つ入れたら綺麗なの。うん。いかん。まあお好きなように。匂う？わからん。綺麗な前。まあ上手なのか。美味しそうだね。うん。美味しかった。肉がものすごく上位。うん。これでつまみ系。うん。美味しそうな。美味しそうな。一品作ってくれるかよ、ゆうら。うん。そりゃよかった。一番難しいの。これはたっぷりだ。こんなの私だ。あ、これ何言うか。ピーマンの豚バラ巻き。ほんでこれはナスの炒め物よ。うん。
わかんない。お味噌汁。はい。これをね、その豚にかけて混ぜてね。そうそう、混ぜてかけて、それで食べて。このタレが美味しそうな。うん、しっかりかけて、それを。はい、じゃあ食べてください、どうぞ。あ、で、これご飯、これかけてもいいね、大量かつお飯。はい、ぐすりがぐすりやるのに、うん、そうそう、いただきます。はい、どうぞ。うん、えりよい。うん、これは何、そんなのニラか、ニラの匂いか。ニラじゃないね、ネギだね。うん、この味噌汁おいしい。うん、よかった。おいしいね、ほんとに。うん、しいたけがものすごく入ってる。うん、さあ、それ作ってみて、食べてみて、それ、これ作ったやつどうでしょう。うん、このタレはうまい。うまいろ、それ。うん、じゃあ、いただきます。うん、美味しいよ。うん、ハンバーグ薄いね。うまいんで、これが。それはよかった。今日豪華ですね。はい、ばあちゃんの茄子の煮付けと大量かつお飯を振ったご飯、ご飯と具沢山味噌汁と、これ豚バラ、ピーマンを豚バラ肉で巻いて特製ダレつけた。おお、ナスね。これはうまい。最高でございます。はい、味噌汁、これ飲んでみましょう。ちょっとピリ辛。うん、あ、即席の味噌やけど、この味噌美味しいね、確かに。で、これナスどうでしょう。ナス、うん、美味しい。ちょっと味が濃いね。はい、で、これ豚バラ肉を、これタレ容器かけて、はい、これ食べてみます。これレンジでチンしただけで簡単にできて美味しい。うん、チーズが中から出てくる、吹き出てくる、美味しい。ご飯に合う。はい、ではこのふりかけをふんだんにつけた。うん、もうかつお節の味が美味しいね。はい、ではいただいていきます。うん、この茄子は美味しかったね、茄子も。茄子もじゃない。え、うまい、おいしい。うまい、おいしいと。まあ、このおっちゃんのまたおいしいこと。うん、うん、では、締めと総評をお願いします。大変彩りのある夕食でした。うん、おいしゅうございました。特にお茄子、うん、料理上的、見事な出来場でした。うん、お茄子の上出来を加えて1点、うん、満点ごちそうでした。はい、はい、おい、薬、はい、薬でござる、ござる、お茶が美味しかったか、一言言うてもらが、お茶美味しかったです。お茶、うん、あ、美味しい。うん、おばあちゃんがね、うん、ぐーっとすればね、うん、一番ややこしいお料理をともいろいろ一品作ってくれちゃって、うん、すごく楽やった。まあ、簡単やったけどね、これ料理。今後ともよろしくお願いします。こちらこそ。おいしいお茄子の料理に一層引き立てたのがお茶でござる。うん、お茶、乾杯。うん、あかん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 、はい、ごちそうでした。はい、まだ全くない、全くない。よいしょ、全くないでござるぞ。ふぅ、まだ、お薬が、はい、これ、なくないよ、まだお薬が待ち、よって、普段の通り、普段は始まるの、あと。はい、おいしい、おいしい。
はい、美味しい夕食でした。では最後に、アジサイの花でも。それもどんでも放り込んじゃう。はいほい。なおさんってか。